それでは最初にブルガリアのイワノバ選手、ボールの演技をご覧いただきます。はい、ブルガリアの新星です。13歳ということで非常に若い選手なんですが、例えば日本で言えば中学1年生に当たります。はい、柔らかい優雅な動きの連続に注目したい選手です。はい、ボールというのは体の動きそのものを出せる種目ですので、その基礎能力を問われます。ヨーロッパの選手はそういう意味で非常にボールを好みます。またこのような緩やかな曲走を使用する場合が多いです。13歳とは思えないこう静かなこの曲を使っての演技ですね。非常に動きに無駄がなくて、それでその上半身の動きですね、それがその曲の流れと非常によく合っていると思います。情感たっぷりの演技ですね。そうですね、さらにボールの場合には新体操でいう高級難度という技の時にですね、はい、ただいま一瞬映りましたけれども、両手を出してはいけないと、両手で取った場合には難度が低くなるわけですね。そういう意味で非常に選手も苦労するわけですが、例えばただいまやりましたような技ですね、足で取るというふうなことで、はい、選手たちいろいろと工夫をして難度を高めるような努力をしております。しかしながらそういう中にもその動きの流れを損なわないということが新体操にとって非常に重要なポイントになってきます。今年のヨーロッパジュニア選手権優勝のこのイワノバ選手ですね。続いての選手は